8月、あ、もう9月になるんか、夏休み終わっちゃう。8月23日火曜日、ヒートアイランド暑いね。さすが怪盗団、やってくれるよな。ハッカー蹴散らすとかすごすぎない？表に出ないスタンスかっこいいよね。批判してたやつって明智とか言ったっけ？何もしないで批判とかかっこ悪いよね。世間の評価的にそういう感じになるんだね。私から見たらさ、やっぱファンタジーなわけじゃん。からなんか怪盗って感じだけど、怪盗が信じらんないし、なんか本当に怪盗いるのっていう感じだし、怪盗が盛り上がっててもへーって感じなんだけど、それを批判してる人に対してかっこ悪いとか、なんかこう敵意を向けるのってちょっと私よくわかんないんだよね。まあまあ、これはファンタジーの世界なので。今日は誠とゆうすけか。あの仲良くなる組ね。しかし来ないな。二人ともどうしたんだ？誠とゆうすけ。双葉、開けてくれない？ What? 開ける？玄関だ。あ、一応行ってるんだ。なぜゆえに。ああ、レンと、め、レンも来てくれない？双葉の家の前よ。ルブランじゃなくて、おうち集合？その方が落ち着くでしょ？聞いてない。炎天下だから早めに出てきてくれると助かるんだけど。鬼がおる。集合場所ルブランじゃなくて、いきなり双葉の自室なのか。誠、本気だな。出だしからスパルタだぜ。スパルタなん。自室か。それは？かわいい。どうぞお気にするな。なんかどっかで見たね。アバンギャルドなデザインだな。悪くないセンスだ。込めていく。始めようか。暑くない？結局私もいるんだ。それで何をするつもりだ？北川くん何してるの？人の部屋のものそんないじっていいんですか？普通に雑談してみようと思う。会話はコミュニケーションの基本だし。自信ありそうですね。生徒会長やってると人前で話す機会が多いからね。ほい。難しく考えなくていいよ。定番の話題で話すだけだから。定番とは？食べ物とか天気。あ、じゃあ食べ物の話題から。双葉の好きな食べ物って？安全な材料を使ったもの。ああ、そういうのじゃなくて。じゃあ話題変えようか。次は天気。自分から話すとかどう？今年はヒートアイランド現象で猛暑続きだって。知らない、外出てないし。そっか。ねえ北川くん、何してんの？あの誠が押されてるぜ。おかしいな、こんなはずじゃ。そういえばゆうすけ、さっきから何してるのかしら。そこヒーローフィギュアがあったとこだよね。うん、いい敵だ。人形を触ってたら首がもげてな。美しく直しておいたぞ。直ってないんだけど、なんか全キャラバラバラになってるんだけど。ほげー、うちの子に何すんねん。不良品じゃないか。何の話？不死鳥戦隊ネオフェザーマンだ。イエローとピンクの顔が、レッドはバラバラ殺人。お稲荷のせいで。お稲荷？狐の格好してたからお稲荷。ああ、なるほど。お稲荷ちゃんと認識してたんだ。あの躍動感が良かったのに。ちゃんとセットしといたのに。ほんとよ、勝手に触ったらダメよ。お稲荷の美的センスを疑うぞ。誰に向かって言っている？地雷だ。おいおい、
あれじゃ雑談じゃなくて口論だぜ。でもまあ腹から声を出せばってやつかしら。そうだね。なるほど、可変性だからこそ自分の思い描くドラマを再現できるのか。え、ちゃんと元に戻ってる。私もフィギュア好きなんですけど、動かせる系よりはスタチューが好きだな。変身スーツはネオがかっこいい、ビクトリーはアクションがやばい、痺れる。あ、フィギュアの話じゃなかった。エヴァ、一瞬のひらめきが筆を走らせるが、造形はまた違った趣があるんだな。奥深い。意気投合してるオタクっていいね。あれ、双葉雑談できてるじゃないか。興味のある話題になら普通に雑談できるみたい。私の話題の振り方が良くなかったね。こんなんでいいの？なら楽勝だぞ。ならば早速次の段階に進もう。他人の部屋で過ごすとかはどうだろう。うん、いいかもね。外に出る機会なかったようだし。いきなりハードル上げんな。みんなついてるよ。それなら明日はリュウジとアンに任せてるから。リーダーもついてるし頑張ろう。リーダー毎回参加ですか？お面かぶっててもいいか？それ注目されない？大丈夫？それはなしでお願い。深めの帽子かぶっていこう。やれやれ、どうなることやらな。あとマスクね。夜は、まあ最初にしちゃ上出来だったが、まだ先は長そうだな。フミはいつになるのやら。宗次郎どう思ってんだろう。盛り上がってきてるぜ。怪盗団があのメジエドを注目させたってな。三島のサイトなんかコメント入れ食いだぞ。テレビもすごいから見て。ニュースは怪盗団の話題で持ちきりだったな。街中この話題で一色ね。そんでメジエド退治の立役者は双葉ちゃん。私の不死鳥戦隊が天に召されかけた。ユウスケがしでかした。話をややこしくしないの。ちょっといろいろあったけどおしゃべりは大丈夫そう。明日の目標は他人の部屋で過ごすことだ。双葉はなかなか手ごわいぞ。頑張れよ二人とも。うっさいお稲荷。じゃあ明日は俺らの番、夏ことでよろしく。明日は語り合うぞ。お手並み拝見つーか、心配しかねえ組み合わせだな。まあでも初期面ですし。岩井さんから来てますね。スピリットフェイスって本当にメジエドやっつけちゃったんだ。救世主とか神とか言われてるね。大げさ。あいつらマジ神だろう。この先も期待しちゃうよ俺。それじゃあごちそうさまでした。今暇か？あ、宗次郎今日行けるんだ。次は頼むぜ。クラッカー集団メジエドは攻撃を開始すると宣言していましたが、今のところ予告されていたような被害は確認されておらず、ネット上では怪盗団の勝利だと大変な盛り上がりを見せています。大騒ぎになってるぞ。我が輩たちの勝ちだな。今日のコープは岩井さんと大家さんがあるんだけど上がらないので、ちょっとそろそろ占い師なんとかしたいなと思ってきました。占いしてみよう。あら、いらっしゃいませ。どうぞお座りになってください。こんにちは、はじめまして。こんにちは。初めての方ですね。若い男の子なんて珍しいです。私、占いさせていただきます。お船、千早と申します。三船ですね。あのまずはお名前を聞かせてくださいね。天宮蓮です。天宮蓮さんですね。うん、いい画数ですね。それでどのようなご相談でしょうか。何が占えるんですか。ですね、私のはタロット占いなんですけど、とりあえず初めてさんコースにしますね。行きますよ。ではでは、聖なる力よ、今日の運勢いらっしゃい。
1枚目ふむふむ、2枚目おっと、次は何が出た？これは、はい、全部見えちゃいました。湧き出る光、太陽に陰り、放たれし天幕の矢。出ました、お金ですね。今日は金運がいいみたいです。ポイントはお家の中かな、ズバリ5000円。寄り道せず早めに帰るといいですよ。へー、そうします。はい、それが正解です。運命は絶対です。でもこっちの配置はなんだろう、ちょっと変ですね。天宮さんの運命の大きな流れ、破滅、それに囚人、監獄。天宮さん真面目そうに見えますけど、なんだか大きな事件に巻き込まれてます。あー、このままだと死んじゃいますね。天宮くんは最終的に死んじゃうから、今なんかこうやり直してるみたいな感じの、私が天宮くんを殺させないために頑張ってるっていう認識でいいの？大丈夫だ山宮くん、私は殺させないから。どうしたらいいですか？どうしたらと言われても無理ですね。ここまではっきり出てるってことは変えようがない運命なんですよね。そんなはっきり言う？ああ、でも抵抗する方法ないことないんですよ。あー出たー、じゃーん、このホーリーストーンがあれば抗えぬ不幸な運命もなんとかなっちゃうかもなんです。この壺を買えばってやつね。この石は幸運のオーラを詰め込んでて、雨宮さんの不幸を吸い取るんです。普段はシルクの布に包んでおいて、3日に一度は月の光をチャージしてください。常連の方にしか勧めないんですけどね。あなたはちょっと不幸が近すぎるので。いかがですか？お値段はなんと10万円ぽっきり。これで不幸がなんとかなるなら安いですよね。10万円あるっちゃあるけどね。本当に効果あるんですか？ありますよ。買わないんですか？そうですか。残念です、まだお若いのに。割と私買う気満々だったけど今。私でよければお力になりますから、気が変わったらいつでも来てくださいね。買わずに帰ってっちゃった。この占いっていくらしたの天宮くん？ああ帰ったか。待ってたぜ。そうなの、待ってたの。どうしたの？お、ご主人妙に機嫌がいいじゃねえか。こんな時間にどうしたんだろうな。レン、小遣い足りてるか？あ、もしかして5000円くれる？しょうがねえな。マジ、ちょっとニヤニヤしちゃうじゃん。ほら、取っとけ取っとけ。え、なんでなんで？マジかよ。なんだ、5000円だと。宝くじで小さいのが当たってな、おこぼれだ。もういい、ありがとう。ま、たまにはな。あとは任せた。はい、いつも通り店閉めとけよ。おい、これってまさか占いが当たったってことか？占いじゃないもん、これは総次郎の優しさだもん。そのお金をもらったこと自体が嬉しいんじゃなくって、ちゃんと自分のことに目かけて、自分がいいことがあったからレンにもすす分けしてあげようっていう、その気持ちが私は嬉しい。きっとそうだ。すごいな、金額まで当ててたよな。なあ、あの裏もないし、千早だったか、本当の本当に本物なんじゃねえか。だったらやばいぞ、お前死ぬとか言われてたよな。おい、また千早のとこに行こうぜ。もっといろいろ占ってもらえよ。そうだ、我が輩のことも占いで。人間うぬ、なんでもねえよ。占い師三船千早の才能は本物かもしれない。確かホーリーストーンは10万円だと言っていたが、買うか、行くか、レン君行くのか。また占ってもらおうか。10万円、そうね、レン君が死なないって言うんだったら10万円なんて安いもんよ。
校生の10万円。8月24日水曜日。ん、もっとパニックになるかと思いきや、意外と落ち着いてるんだな。おはよう。昼間だ。今客いないから。チーズ。リュウジだ。お邪魔します。なんちゃん。遅くなってごめん。買い出ししてたら悩んじゃって。でもレン君には大丈夫になったんだね。そんなに大量のスナック菓子、これから何するつもりだ？あ、左にあるやつ。夏休みと言ったら部屋でダラダラに決まってんだろ。いいね。お菓子食べながらね。来たるぞ。うっさい。んで、双葉はどこにいんだ？よく来たな。うわっ、ビビったい。双葉だよな。おう、よっしゃ。それ、どうしたわけ？条件反射。かかってこいや。よくわかんねえけど、望むところだ。双葉何歳なの？やれやれ、今日も騒がしくなりそうだな。うん。いやマジだって、俺すごかったんだから。出待ちとかされちゃって。何の話？つか信用してねえだろ。だってリュウジでしょ、モテ期とかあるわけないじゃん。んだと？異性としての魅力を感じない。はっきり言うね。モテるやつって自分からは言わないもんだぜ。そういうもんなんかね、わかんないけど。やっぱさ、ドレスって露出度高いでしょ？若いうちの方がいいのかなって。でもどうだろうね、イケイケのなんて言うんですかね、ハリウッド女優の方とかもね、いつまでたってもお綺麗だなって感じだけど、あんちゃんはずっとずっと綺麗だと思うけどね。って聞いてる？相手もいねえのにウェディングドレスのこと話されても。あ、ウェディングドレスの話ね。ないな、今のところ結婚願望は。まあ若いしね。我が輩はそんな話聞きたくない。でもね、自分がね、さ隣でね、双葉って話せんじゃん。そうだね、ちゃんと自分の意見言えてる。全然普通だよ。確かに、なんか生徒会長と北川くん相手だったらなんか固かった雰囲気だけど、あんちゃんとリュウジってなんかこう、なんだろうね、やっぱいい雰囲気出してるよね。普通ってよくわからないけど、でもこれが普通なら楽しい。よかった。最初はもっと変人かと思ってたけど、心配して損したわ。うん、ちょっと安心した。この調子ならうまくいきそうだよね。で、明日はどうすんの？店の手伝いでもさせてみるか。え、それは宗次郎が決めることでは？それちょうどいいじゃん。人前に出る練習になるんじゃない？昼の店とか無理、無理ゲー。お客さんの相手しなくていいから、店の奥でお皿拭いてみるとかさ。え、3日目でそれはハードルが高すぎない？なんか何やろな、まあいいけど、俺もついてるからさ。ついてなかったら怒る。決まりだな、応援してるぜ。いつか見ておれ。俺はだってもさ、わしらの一存では決められなくない？宗次郎が決めるのでは？宗次郎どう思ってんだろう。不祥事起こした奴らも怪盗団の仕業かな。いや、そっちは予告状ないはず。陰でこっそり改心させてたりして。それはね、メメントスでやってるからね。なんか外国人の書き込み増えた？俺も掲示板に頼んでみっかな。スマホ。
ちょっと聞け、怪盗人気すごいぞ。怪盗と付き合いたいとか言ってる可愛い子いた。怪盗とね。リュウジに異性としての魅力を感じない。2回も言わなくていいんだよ。今日は一体何をしてたの？レブランでお菓子食べながら恋バナってか雑談？今日の目標は一応クリアか。次は人前に出る練習だね。ふたば、ファイト。人前。レンもいるし大丈夫よ。出歩くためにはまずはお店で訓練ね。明日はレンだけだからよろしく頼んだよ。了解。よろしく頼む。明日は踏ん張れよ。なんかリーダー大変ね。よし。心をひが開く兆しはあるな。海も近づいてきたんじゃないか。そっか、海までにみんなと一緒に行きたいからか。うんうん。怪盗団の一員になってもらうためだ。みんなで頑張ろうぜ。テレビを見よう。本日の発見ドコマチ探偵局は夏休み特別企画、まだ間に合う都内から日帰り OK の海水浴場特集です。いいですね、夏といえば海ですから。新しい水着買っちゃおうかな。いいね、見逃せない情報では。今ひふみさんはランク3で史上初の女性プロ棋士を目指すひふみ。母の期待に応え取材も多く受けるが、母の加熱っぷりには困ってるようだからの。来ました。外は暑いですね。ですがここは涼しくて頭も冴えます。思っていた以上に筋がいいんです。あなたからは向上心が感じられます。指南する以上あなたの上達をもっと考慮すべきでしたね。少し考えがあるのですが、まずは一曲これからどうでしょうか。付き合いましょう。あの、この対局が終わったら古本屋さんに付き合ってください。神保町。さっきの対局良かったですよ。飲み込みが早くて指南のしがいがあります。それで今日は私のおすすめの場所を、あなたがお一人の時にでも鍛錬できるように。この本屋さん将棋関連の本が充実してるんです。私もよく利用させてもらってます。近くにカレー屋さんがあって、そこのカツカレーもおすすめです。原曲担ぎで大事な一曲の時には必ず。にゃひふみ、お疲れ様です先輩。別に疲れてないけど、休みだし。お疲れ様ですって言って、疲れてないけどっていう開始はあまりにもあまりにもなんですが、失礼しました。今日対局はなかったですね。彼氏連れて買い物、いいご身分ね。ま、女流棋士のスターなら当然か。お邪魔しちゃ悪いし。じゃ、ごめんなさい。ごめんなさい、私と一緒だからあなたまで睨まれて。以前のタイトル戦で私が任してしまった先輩なんです。わあ。わあ。器が知れるぞ先輩。カツカレーのおかげ？あ、そうだ、確かに食べました。あのタイトル戦の時もカツカレー。私先輩方にあまり好かれてないみたいで。まあ気持ちは良くないだろうね。あの若い子が人気で自分をどんどん追い越しちゃうっていうのは面白くないかもしれないけど、でもああはなりたくないなっていう反面教師ですかね。注目されると敵も味方も増えます。あることないこと言われて。そうね、比較は変かもしれませんが、怪盗団も同じなんですかね。何からって感じはするけどね。テレビやネットで騒がれて、見ず知らずの人々に叩かれたり擁護されたり、なんかちょっと自分と重ねちゃうんです。あなたはどう思います、怪盗団のこと。でも一応よいしょ系のあれ振る舞いできてるから、あれあなたこんなこと前言ってたのにっていうのはちょっと一貫性がないから、一応かっこいいにしとくか。実は私も同感です。そうなんだ、叩く人も多いですけど、それでも活躍してるのがすごいなって、なんだか私も勇気もらえるんです。なんだろうね、なんかあの自分持ってる人好きですねやっぱりね。
ただ理由もなく盤面はひっくり返らない。心変わりなんて怪盗団はどんなロジックを。戦術的にも実に興味深くて。あ、話それてますね。自分でも最近口数が多くなったなって。普段そんなに話す人間ではないのに。あなたには、あら、新手の実験台以上のこと、私のおしゃべりの相手まで。お願いします。あの、こんな感じでよければまた一緒にお出かけよろしくお願いします。ひふみから熱い信頼を感じますね。あれ、星はしなかったっけ。ペルソナいなくなっちゃった。そうそう、あなたにぜひ読んでもらいたい本があるんです。なんだろう。ではまた。はい。お疲れ様です。今日はお付き合いいただきありがとうございました。神保町の良さをおすすめするつもりが、気づけば私ばかり楽しんでましたね。申し訳ないです。でも私も驚きました。まさかあんなに話し込んでしまうなんて。今まで将棋のお話をできる学友がいなかったせいか、つい楽しくて。これに懲りずまたお付き合いいただけると嬉しいです。どうしよっかな。ひふみさんはオレオレで行った方が嬉しいんかな。次はどこ行く？そうですね、参りました。行きたいところが多すぎてとても一つに絞れそうにありません。あの町には古本やカツカレーの他にもおすすめしたいものがまだまだたくさんあります。もし機会があればいろいろと町巡りしてみてもいいかもしれませんね。では今日はこれにて、また教会でお会いしましょう。いいな、私もレン君とお話ししてみたい。